棒のバニラアイスでチョコがコーティングしてある丸いやつだよ。そうそうそう、赤い、赤いパッケージ、濃厚なやつ、あれよく食べる。おいしい、おいしい。あれガーナーとさ、うん、時々間違えない、見た目。あ、なんか見えるよね、あれね。なんか確かにパクってる。でもガーナーそもそも赤いから、どっちだかは分かんない。今の使わないでください。チームカラーが似てただけ。チームカラーが似てた。確かにあれうまいよな。なんかコンビニ行った時にフラッと買ったりとか、すぐ買っちゃうパンね。いや、私一番好きなアイスは、うん、モーのバニラ。あー、美味しい。あのね、モーそれ言いたかっただけでしょ。あの濃厚さ加減がめっちゃ好きで、うん、食べてるね。食べてるね。おっさんでどこ見てるに。かわいいんだから、おっさん出さないで。中身、この二人中身おっさんだから。どうしよう。他にさ、バニラあるじゃん、あのソーとかさ、スーパーカップとかあるじゃん。それなんで、なぜモーなの？いや、なんかモーの牛乳牛乳してる感じ。乳脂肪分が多いってこと？なんですか、濃い感じが、バニラの濃さが。もうがベストなんですよ。無理やん。そうかな。何？私ソーとかあのシャリシャリ系そんな好きじゃなくて。ワードがあざといよね。牛乳牛乳してる感じ。なんて言ったらいいんですかね。アイスミルクが好きってこと。ラクトアイスよりも濃厚な。あ、そう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 。アイスがまあそうだよね。が好きだから。もう、あ、もう好きだよ。バニラが好きかな。クラちゃんの方が語彙力あったね。ラクトアイスよりもアイスミルクの知識をキャラパして頭いい感じ。福ちゃんは？私はアイス何やったっけ。アイスいっぱいある。ちょっと待って、今出てくるやつ。アイス知らないのかもしれないよ。チョコも中ジャンボ。それだ。うまいよな。おいしい、めっちゃおいしい。何好きなの？なんで好きなの？なんで好きなの？アイス、バニラアイスとチョコレートがとってもいい感じにマッチングして、おいしいね。それがモナカが包んでる。あ、そうそう、モナカがって言ったの。モナカ。モナカに包まれてる。そう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 。まあ、アイス大丈夫。パリッとしてる感じが。そう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 。モナカが好きなんだよね、もともと。ああ、そうそう。結局3人ともバニラだね。あ、共通点。チョコミントが好きって人もいるじゃん。サーティワンのとか、ああチョコアイスが好きとか。でも基本みんなバニラなんで。よく買うのはやっぱそうだよね。結局バニラがね。抹茶とかも全然好きなんですけどね。抹茶も好き、抹茶も美味しい。でその3つの中で我こそが一番だっていうのはいる？我こそは一番。いや、もうよりもパルムのが美味しいっすよみたいな、なんかある。これどれも好きなんだ。
いや、え、パラス、え、だって争わないから、うん、平和主義なの。アイス平和主義者。えは、じゃあ1位ということで。ありがとうございます。心の中で1位。心の中で1位。しまるな、お前。しまるな、勝手に。やめろ。じゃあ、次。じゃあ、次のテーマいっちゃいましょうか。私が弾いていかない？いいよ。いい感じの。いいんか？いいんか？せーの。あ、なんか重なってるつもりでも。メジャーじゃないけど人に勧めたい漫画って書いてあるよ。メジャーって言うんだ。あれメジャーじゃないけど。あってない。あってます。あってます。なんだろう。メジャーじゃないけど。ワンピースとか呪術廻戦とかメジャーです。メジャーじゃなくて、これ知ってるみたいなのがもしあれば。待って。ある？私は少女漫画なんですけど、うん、コーヒー&バニラっていう大人が恋愛していく、もう美味しそうな名前だけどドロドロの恋愛、ちょっと大人向け？そうです、大人向け。ドロドロっていうか、なんかその年上と大学生が恋愛する、うん、どっちが上なの？あ、男の人が上です。最近見始めて。キュンキュンしてんの？キュンキュンしてます。年上いいなってそれで思って。年上は確かにいいね。年上いいなって。女子大生だって同世代だもんね。まだそう、同じ主人公も同じ年で形で、ドロドロっていうよりもなんかいろんなことに突き進む、ね、じゃあいいじゃん。いいんですよそれ。君の良さをもっと、良さをもっと、もう、うん、絵がいい、絵がいい。私は絵が好きです。絵が好きなんだ。はい、何冊ぐらい出てるの？20冊は出てます。お、結構出てる。結構長いやつなんで、パラパラパラって見れないんですけど、こう、こういっぱいゆっくりね、ゆっくり噛み締めてじっくりとね、なんかそうね、もうじっくり読みたくなる漫画です。なあ、いいな。そうか、メジャーじゃないけどか。漫画読まない。あら、どうしよう。2人なければもっと良さを伝えてくれてもいいよ。そうですね、やっぱそれはくるちゃん何巻ぐらいまで読んだの？あ、もう全部読みました。あ、まあ、でも1から20まで読んで。完結はしてないのかな？まだ完結はしてないです。でドラマもあるんですけど、ドラマ見ないで漫画を見よう。あ、実写化してんだね。そうなんですよ。本当原作が良いと。原作愛してます。愛してます。愛してます。コーヒー&バニラ、愛し気になった人はぜひ読んでみてください。読んでみてください。え、ゆうは？なんかメジャーなのかな。全然アニメ化もしてて。メジャーよ。ちょっと待って、メジャー、多分ほら実写化してるけどさっき知らなかった。あ、知らない。ありうる、ありうる。絶対みんな結構あーってなると思うんだが、なったら終わりだすか。ほおずきの冷徹。あー、ほらー。え、待って、わかんない。地獄、地獄。あー、ダメだダメだ、ついてくれてない。地獄の話で、鬼とかいっぱい出てくるんだけど、うん、そのほおずき様っていう閻魔大王の第一補佐官がいるんだけど、めちゃくちゃかっこいいの。かっこいい。めちゃくちゃかっこいいのよ。絵が、絵もかっこいいし、アニメ化されたらもう声優さんがもう本当に超かっこいい。髪が長い。大切だよね。大切。かっこいい。安本さんがあの声優をしてて、はい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 、もうあのね、バリトンボイスが、バリトンボイス、低い声が大好きでございまして。初めて聞いたバリトンボイス。イケボが、イケボが、イケボ加減が良い。ちょっと見たことあるよ。なんだっけ、犬出てきた。犬と桃太郎が出てきた。出てきた。そこは見た。だから多分知ってる方も多いのかな。ほおずきは割とメジャーだと思う。メジャーですよね。まあ、でもあのアニメとか漫画好きな人にはメジャーくらいかな。そうそうか。めちゃくちゃ。ワンピースとかと比べるとメジャーかって言われるとあれだけど、結構人気あるし、あのグッズ化とかもいっぱいされてるし、見てみよう、見てみて、はい、って感じですかね。はい、はい、あれ、お時間の方は、まとめてくれれば。お時間の方はじゃあもうそろそろいい感じということで、お時間ということでございまして、締めさせていただきます。じゃあ最後に3人で一本締めするか。せーの、お手を拝借よー。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。
ありがとうございます。チャンネル登録をポチッと、グッドボタンもポチッとお願いします。また見てねー。